1> 第1号型不設特務艇は、日本海軍の不設特務艇、同系艇4隻。従来型の補助として建造された漁船タイプの不設艇で、領事機とも呼ばれる。第1号型総海特務艇と同時に、同じ漁船形式の不設艇が計画され、昭和15年度の第2次追加計画で4隻が計画された。予算は、第76回帝国議会で、 昭和16年度臨時軍事費として、成立、雑船の漁船型付設艇として一隻210万円、四隻で計840万円だった。仮称艦名は、第257号艦から第260号艦。計画時は、雑役船だったが、建造中に付設艇となった。測定型付設特務艇の補助として嫌いは、その約1、3の40個を搭載。 しかし従来の軍港防備用ではなくて、全身基地への進出を考慮して、沿用性能を重視した。このため、タイプシップを農林省160トンカツオマグロ船商用丸に取った。船体は遠用漁船と大きな違いはなく、構造も低新省の規定に準じて設計された。ただ、不設任務のために漁船とは以下のような違いがあった。選手は、 訓練時の機雷の要衆のために前方へ鋭く張り出し、同様の理由で原則の要衆部分にはフレアがなく、そのため、選手原則部分にはナックルが付けられた。また、船体後部は機雷不設のために大きく張り出し、不設軌道を左右に一組ずつ装備した。船体幅は軌道上に機雷を搭載した場合に乗員が通行できる最小の幅になっていた。漁船では、 戦争の相当する船橋前方の部分は、全部が兵員室、後部が機雷庫に当てられた。全部マストには1.5トンでリック1本が装備され、機雷庫への機雷の取り入れ、取り出しと訓練時の機雷の要求用も兼用した。また機雷を搭載しない場合は、爆雷とダイソー海具が搭載可能なような範囲艇定となっていた。兵装は全部に8センチメートル単装広角砲1門を、 装備したが、この程度の船型としては十分そうだった。1 3ト、mm、ル連装機銃は煙突後方に装備した。対戦中に単装機銃が増備され、1 3ト、mm、ル機銃は2 5ト、mm、ル機銃に換装されたとも言われる。竣工時は特務艇中の不設定積だったが、1944年に新設の不設特務艇へ類別変更された。 大戦中は南方へ、進出、三隻が戦没した。そのうち二隻が食雷による喪失だったのは、皮肉であった。太平洋戦争では、不説任務より、大戦任務の方が強く求められ、建造は四隻にとどまり、終戦時に一隻が残存した。a b 日本海軍全艦停止、主要艦艇用目標 p 十七では水、水薦長一点五零メートル、 水泉魔町30.30メートルとしている。日本海軍全艦艇士、P57、日本補助艦艇物語ピアニッシも、390から391では、中速400馬力ディーゼルとしている。一方、昭和造船士1ピアニッシも、796から797、日本海軍護衛艦,艦艇士、P110 では、低速400馬力ディーゼルとなっている。 日本補助官邸物語ピアニッシも391から392では嫌い45個となっている。ありがとうございます。